皆様勢ぞろいいただきました。どうぞ今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それでは本日ご来場の皆様に、まずはゲストの皆さんから一言ずつご挨拶をいただきたく存じます。まずは本作で山際勝三郎博士を演じられました主演の遠藤憲一さん、よろしくお願いいたします。あ、遠藤です。なかなか普段感極まるってことないんですけども、この映画低予算で単館から始まってる作品です。今日初日からこんなに立ち見まで、来ていただいて、先ほど聞いたら、もう朝の7時の時に開けたらもう並んでる方がいてくださったって聞いて本当に感謝します。ありがとうございます。先ほど今日公開が重なっちゃって妖怪ウォッチっていうので妖怪役から人間役に戻ってまいりました。この映画長野県の上田が舞台で、上田が今年はあの真田丸も出させていただいたんで、不思議な縁を感じてます。で、水野さんと撮影初日に、市長さんにご挨拶行って記念写真撮ったんですけども、その時はポスターも何もできてなかったのでバックに真田丸ってでかく書いてあって何の宣伝かわからなくなっちゃったんですけども、先月かな、一緒に長野の公開に長野さん、水野さんと一緒に行かせていただいて、前は真田丸の写真だらけだったんですけども、思いっきり、今回のこのポスターがいっぱい貼ってあって、やっと肩並べられるようになったなっていう感じを受けました。今日は本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しいエピソードも伺いました。ありがとうございます。そして続きまして、勝三郎の妻金子役の水野真紀さんです。お願いいたします。ありがとうございます。水野真紀でございます。先ほど遠藤さんからもございましたが、本当にいろんな方の思いが詰まった地味ながらも、地味なスタートではありますけれども、これから本当に皆様にこういろいろと良かったというふうに、そういうふうに宣伝をしていただきながら広げていきたい作品であります。本日のご鑑賞ありがとうございました。ありがとうございます。では続いては晩年の山際梅子役を演じられました高橋恵子さんです。お願いいたします。皆様、こんなに大勢の方にお越しいただきまして本当に感激しております。私も映画でスタートいたしましたので、映画の初日にこれだけのお客様に見ていただける、本当に胸がいっぱいになります。近藤監督とは芙美子の海という作品で声をかけていただいて、それからのご縁で今回も監督からこの作品をと言われて、もうどんな役でもさせていただきますという感じでお引き受けいたしました。とても感動的なお話だったので参加できたことにとても感謝しております。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、勝三郎の助手市川浩一役の岡部尚さんです。お願いいたします。岡部尚と申します。いや本当そうですね、なんて言っていいか分からないぐらい嬉しいです。僕は市川浩一っていう、今日見ていただいたらあれなんですけど、泣いたり歌ったり、なんか雨に打たれたり、もうすごいいろいろ酔っ払ったり、もういろいろあったんですけど、近藤監督はじめ、共演者遠藤憲一さんはじめとする共演者の方、そして長野上田の本当に地元の方々のあったかい支えがありまして、なんとかやりきることができたと思っています。そういうなんていうんですかね、人間のそういう優しい気持ちだったりとか、そういう真心みたいなものが今日見てくださった方たち、これから見てくださる方たちにも、少しでも伝われば本当に嬉しく思います。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございます。
では続きまして米沢初役の森ひなみさんです。お願いいたします。森ひなみと申します。私はこの作品が初めての映画出演で、もうなんだろう、芝居っていうかセリフを言うことすらが初めてで、今もここに立ってることすら初めてで、足が震えてブルブルしてるのですが、こんなにたくさんの方に見ていただいて本当に嬉しいです。感極まっております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして少女時代の山際梅子役の秋月成美さんです。お願いいたします。皆さんこんにちは、秋月成美です。本日はこんなにたくさんの方が集まっていただき、すごく幸せな気持ちでいっぱいです。私も今日が舞台挨拶初めてのことなんですが、こんなにたくさんの方がいらしてくれて、記憶に残る思い出深い日となりました。ありがとうございます。これからこの作品がもっとたくさんの方に広がり愛されていくといいなと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして長代又雄役の尾崎雨蒼さんです。お願いいたします。尾崎雨蒼です。今日本当にこんなにたくさんの方に来ていただいて本当に嬉しいなと思って、聞いたら立ち見の方で入れない方もいらしたとかっていう話を聞いて、あ、幸せだな、すごい素敵なスタートだなと思いました。これがどんどんつながっていけばいいなと思います。もう現場では本当に遠藤さん監督をはじめ、もう本当和気あいあいと、もうあまりにチームワークが良くてですね、あのケータリングなんか、こう宿舎ではずっとしてたんですけど、そういうケータリングで一緒にみんなで食事を囲みながら、ああだこうだ話していく時間も、あのこの作品の中に熱としてこもってるかなと思います。本当に素敵な作品に関わってよかったと思います。また、もしよければ二度三度と見ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。では続きまして勝三郎の義理の母山際秀子役の尾形美穂さんです。皆様本日は本当にありがとうございます。尾形美穂と申します。よろしくお願いいたします。皆様あの人どこで出てたんだろうと記憶をたどっていただいてるかと思うんですけれども、私の出番は最初と最後でございました。一番最初の方に山際、金子、水野真紀さんが演じられました金子の母として出演しておりました。高橋恵子さんと秋月さんからすればおばあちゃんに当たります。そして最後、物語が終わってキャストとスタッフがこう流れるときに、空の命、海の命と歌っていますのが私でございます。ね、今入ってきた時もちょうど流していただいてたんですけれども、音楽チームを代表いたしましてこのサントラ CD が販売されております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。素敵な PR もいただきました。ありがとうございます。でどうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは最後に本作でメガホンを取られました近藤昭雄監督です。本当にありがとうございます。心配でずっとロビーで、見てたんですが、おかげさまで一人も途中で出てくる方いらっしゃるので最後まで見ていただきましてありがとうございました。それと先ほどの朝5時半から並べられた方で、このビールが7時にしか開かないということで、寒い中1時間半外で待ってたって方が、10人近くいらっしゃいました。本当にありがとうございました。それから今日は上田からも大応援団、新幹線で30名以上の方が来ていて、これも感謝しております。本当にありがとうございました。ありがとうございます。